人生1分1秒も無駄にしたくない。キッシーです。こんばんは。まあ 1分1秒も無駄にしたくないんで、合間に頭皮マッサージしてます。どうも。はい、ということで、今回の動画なんですけれども、本当に余談な感じの動画になりました。なります。まず一応言い訳しておきますと、風邪をひいてまして、まあカミカミになってしまうと思うんで、なるべくこうスムーズに喋れるように今日は頑張りたいと思います。で、本当に単純な話というか、こうしたらいいんじゃないかなっていうことをちょっと思ったので、ちょっと それについて喋りたいなと思います。で、まあ、先日ですね、新橋に行く機会が、何度かありまして、でそこでね、まあ、新橋に行くたびに毎回思うんですけど、AGA クリニックとか薄毛治療のクリニックの広告がめちゃくちゃ多いんですよ。地下鉄の駅の降りたホームとかさ、新橋の駅をこう登ってって新橋の駅のあたりとかさ、めちゃくちゃ多いんですよ。AGA 治療の病院の広告がですね、多いんです。であと新宿にも1個某有名歌手の看板がありますね。甲州街道の交差点のところにドンとでっかいのがあるんですけれども、まあ、あの辺をね、ちょっと、まあ、僕はね薄毛なんで、まあなんだろう、すごいそういう看板とか目についちゃうんですよ。ああ、あるなーとかこれなんか皮肉だなーとか、いろいろなんか思うこともあるんですけれども、そこまでじゃあ薄毛で悩んでないけれども実は薄毛なんじゃないかなぐらいのちょっと浅めの人がその広告を見るとか、あとまあとにかく広告って見ることが大事だと思うんですよ。まあ、いろんな効果というか、いろんな大切なことっていっぱいあると思うんです。目的とかね、まあ、病院とかだったら、まあなんだろう、定休日というか休みはこの日でこの日はやってますみたいなのの情報を提供する広告というか看板もあれば、まずは知ってもらうっていう意味での看板もあると思うんですよ。でね、まあその広告とか看板を見るたびに毎回毎回思うんですけど、その薄毛治療とかのイメージキャラクターというか広告の看板に、もう単純な話、女優使えばいいんじゃないかなと思うんですよ。もうエロければエロいほどいい。だって言ったらさ、そういうの見るのって男性なわけじゃないですか。で僕ね、一回ね、その、ま、本当にあんまり興味ない広告を、その可愛いからって言ってパッて見てしまって、え、何の広告だ、あ、これなんだ、まあまあもう個人名言うと、内田理央の看板があったんですよ、街に。あ、可愛いな、この子誰だろう、へえ、ジョイフィットなんだと思って、でじゃあジョイフィットからこう検索して、あ、この子内田理央なんだみたいな感じで、でジョイフィットっていう存在と内田理央っていう存在を知ったんですよ、そこで。でまあ、もうそもそも内田理央可愛いなと思ってたんですけど、まあ、知ってたんですけども、あの広告は内田理央なんで、あれ可愛いな、あれ見たいなっつって、そこをわざと撮ったりとかするぐらい、その可愛い子とかなんかこうパッて見たくなるような看板を作れば見るんですよ、調べるんですよ。だからで、ハゲってもう結局男性が見るし、もっと言うとハゲの人はまあ一説によると、まあ男性ホルモン強い、エロいっていうイメージもあるし、シンプルにだから女性の看板をやれば見るしって思うんですよ。だからまあ僕で言うと、もう内田理央にしてくれれば、あ、内田理央がイメージキャラクターやってんだ、じゃあここ行こうってなると思うんですけどね。それはダメなんですかねって思ったということです。はい、本当にくだらない話なんですけれども、AGA 治療とかその辺に
女性を使うっていうのはどうでしょうか。まあ、グラビアアイドルとかでもいいしね、うん、別にその有名な女性じゃなくてもいいんで、ちょっと駆け出しのグラビアアイドルとか可愛い系でもいいしセクシー系でもいいし、もうちょっとこうポンって出せば、あ、この子誰だろうって注目するんで、美女を出してほしいです。はい、ということで、まあ、くだらない話をしたんで、生産するために一発ギャグをします。ちょっと不謹慎な体に悪い一発ギャグ。まあね、学生時代は、まあ、タバコは吸ってたけど、まあ、別にそうね、人殴ったりとかしないね、うん、まあ、遅刻は毎日してたけど、うん、まあ別に部活も行ってたし、うん、まあ一回停学なったけどね、うん、まあそんな感じよ。どうも血行不良です